るないんで。これ左と小田原行くんだ、面白い。これ回れないのかな。さあ、一方通行なんだこれ。うるさいよあんた。面白い。なんかあったのかね。さっき熱海城ってのもあったね。なんか右の。なんかこういうパチンコ屋はなんか痺れるね。ローカルっぽい感じいいね。うん。あ、じゃあ右回ってみたいね。え？ここ右回ってみるか、くるって。行けんのかな。ここ右のとこじゃないの。うん、止まれじゃないの。止まれではない。で、こっちが一応優先だ。あ、こうなってんだ。別に止まなくていいな。金取られるな。金取られるんだよね。金取られるんだ。たけいや、あと30分ですよ、110円。うん、どっちでも。うん、めんどくせえからいいや。あ、熱海城気になるの、あれどこにある。え、上の方にあったの。あそこ、白はあれか、あれ、さあ熱海城行ってみたい。熱海城行けんのかな、これどうやって行くんだろう。わからないけど、適当に言ってるから俺。こうなってる。うん。あ、こういう感じね。これ、ちょっと僕見えない。見えないよ、全部。左行っちゃうよ。うん。それ俺よくわからない。書いてあるの。全然わからん。まあ、とりあえず左寄っといて。マリンバ熱海、全然。熱海方面。これこっちでいいのかな、多分。知らねえ。これ道あんの？わからん。適当に行っちゃって。ずっと2車線なのこれ。多分。あ、これホテルなんだ。あ、これ道ねえんじゃね。まあいいや。いや、こっちしかない。ね。あー、どうなってんだろう。どこ？わからん。全然わからん。ここがタイムス。まあいいや、楽しいから。すごいね。バスレーンってこれ違うのか。あー、ここで右曲がりゃいいんだ。あー、そういうこと。まっすぐ行って右曲がったところに信号があるんで、あ、これ左か。熱海行きたいんでしょ。うん、こっちで。三島はちょっと行ってもしょうがないかなって感じ。三島何やったか覚えてんのよ、この人。あのうるさいあんた少し。かな。ちょっとよくわかんない。一応とりあえず行ってみるよ。うん、熱海港って書いてある。あ、これあれか。海。まあいいや。すげえ、なんだこの。はい、はい、今日。バス、バスじゃないよね。うん、大丈夫でしょ。くるってます。間違ってる。大丈夫やな。どうなってんの。あ、回れるからいいや、こっちにしろ。これまっすぐ行けないのか。うん、ぽいね。こうやって回れるっぽいから。遊覧船ってあれか。あ、何あれ。秘宝館。秘宝館。何秘宝館。知らない。俺に聞くね。ロープウェイなの。うん、ね。言える。まあ、今はもう稼働してないと思うけど。まあ、終わってんだ。面白い。うわ、すげえ。なんだこの。これ。このレベチな、レベチなホテルは。後楽園っていうのこれ。わ、すげえ、超眺めいいじゃん、ここ。最強じゃん、ここ。面白い。ね、たまたま行ったここが最強で、これ物価もつけてるか。楽しいから。そうだよ、こっちとかに。あ、これで終わりで、シューチクルこれじゃダメだよ。ちょっと待ってね。
まあ、U ターンします。こんな感じなんだ。これあ、ここにタイムズなんだ、あの奥。奥30分。110円。16時以降60分110円だって。なるほどね。どうなってんだ。え、貧困かって。知らない。あんまりえ、すごいね。めっちゃ景色良かったね。なるほど。あ、これまっすぐか。うん。なんかこんだけの距離のロープウェイだったらなんか歩きで行けそうだけど通れないの。道なさそうだよ。なるほどね、こういうのになってんの。うん、しょうがない、うん、明太パークが来た。本当だ、めっちゃ悪くないじゃん、ここ。めちゃくちゃ良かったね。しかも今混んでる時間じゃないからバタバタしてないから落ち着いて運転できるっていうか。どうする？こっち左の方行く？行ってみたくね？どっちでもいいよ。あら、熱海城見たくね？その熱海城ってね、わかんないんだけど。じゃあ、熱海城じゃない。あ、通り過ぎた。ここにある。設定してる。地形やってば。なんだ？すぐ着くの？これも左しか行けないの。うん、道ない。あの、ペルースと一緒に行けるの。大野屋すごいね、この辺。いやー、ここのガソスは絶対高そう。だって値段がないんですもん。正常がある、正常。ホテル3人。この、あー、右も行けるんだ。右行って、あー、くらーって回るやつか、うん、うわ、プリンス頑張れ。あれだ、ここはワナンバーだ。じゃあちょっと熱海城やってみますか。
っちゃけ初島確かに犬ダメだった、うん、あれ大島だっけ、あれなんだっけ、あれ初島だった初で奥が大島だったんでしょ、あんま覚えてない、曖昧